Hello, C 发现我是东京的主持人杨子。今天我们来到了下北泽。那下北泽是什么一个地方呢？这边是一个超级文艺区。那特别是我们现在在的一个是下北泽的南口。那在这边呢有很多小剧院，还有很多live house，对。那所以在这边可以看到涉谷看不到的很多特别的演出啊，还有很多小清新的那种艺术电影，对。 那我觉得你们可以有一个多的选择在这边过周末哦。こんにちは。こんにちは。イケメン発見。ありがとうございます。初回物しか。はい。普段この辺よく来ます。そんなに来ない。あ、そうなんです。今日たまたま。たまたま。じゃあなんか。はい。 最近好きなコーデとかあります。ロング丈ですね。あ、こういう感じで？長めの。長めの。なんか多いですよね。多いです。うん。で、やっぱパンパン？パンパン、まあ暑いっすか。そこ？たくさんにはかなわない。うん。そうですよね。じゃあ最近好きなブランドとか？でもファストファッションが多い。うん。だから、お手頃ですもんね。出会わせやすいし。 結構流行ってすぐね変わるんで、スタイルですもんね。わかる。じゃあ今日のなんかこの中で一番気に入ってるなんかアイテムとかどうです？いやー、なんだろうな。普通ですか？普通？やっぱりシンプル。やっぱりナイキさんだよ。いや、フォースワンは絶対的です。絶対的。白、白。汚れない。綺麗。綺麗。洗えます。洗えます。なるほど。で、この夏やってみたい。 ファッション。なんだろう。夏だし。トップですか。シンプル。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。